川上村は長野県南作郡の村の一つ。千曲川の最上流部に位置する。日本有数のレタス産地であり、村内の就業者の6割が第一次産業に関わっている。長野県内で唯一埼玉県と県境を接する自治体。村の一部は秩父玉街国立公園に指定されている。四古村域の東部及び南部は、 奥秩父山海の主脈に属し、西部は八ヶ岳の広大な裾野の一部、北部は奥秩父山海の主脈が南木村、南屋行き村との村境となるなど、その域全体が1000メートルを超える山岳部の高齢地に位置する。また、川上村役場は標高1185メートルに位置し、これは役場や役所の所在地としては日本で、 最も標高の高い場所に位置するものである。日本最長の河川である千曲川は、拳ヶ岳山頂直下2250メートル付近の森林地帯に、あずさ川としてその源流を発する。山地河川以降標高が高いために極めて寒冷で、欠片の気候区分では寒帯湿潤気候に属する。冬季から春季にかけて、しばしば氷点下15度を下回る。 夏季も冷涼であり、8月の日平均気温は、摂氏19.5度と、札幌市の摂氏20.5度よりも低い。降水は、夏季の前後、梅雨と秋雨の時期にまとまってある他は全般に少なく、日照時間も長い。八ヶ岳山麓や中央高地は、縄文時代の遺跡が、数多く分布する地域で、村域にも、後期旧石器時代から、 縄文時代にかけての遺跡が分布する。村域には、馬場大遺跡や大神山遺跡があり、大神山遺跡は日本で一番標高の高い場所に立地する集落遺跡として知られる。弥生時代の遺跡は少ない。古墳時代から奈良時代のものとされる遺跡は、現在認められていないが、平安時代の遺跡は確認されている。平安後期の方言の乱に、 縁のある伝説が伝えられている。戦国時代に死なのは、海の国の武田市の両国となり、武田両国においては、海の本国の黒川金山をはじめ金鉱山の開発が行われているが、川上村でも、梓久安金山遺跡において、金鉱山の採掘、精霊に用具や金粒付着土器が出土しており、金の採掘や精錬作業が行われていたと考えられている。 金星に、品野国では、昇藩が分立するが、闘争に息きは、幕府直轄領として八家村が成立する。2012年に、中国人研修生からとされる闘争をもとに、日本弁護士連合会が調査を行った、結果、長時間労働、過少な残業代、罰金制度、不衛生で過密な寄宿舎、外部との連絡の遮断、実習生識別用の紅白帽の、 着用強制等々による人権蹂躙があったとして改善を勧告。2014年6月にはアメリカ合衆国連邦政府も日本国政府に対して名指しで改善を求めた。さらに2014年9月には東京入国管理局から5年間の研修生の受け入れ停止処分を受け技能実習生の受け入れを行っていた。 川上村農林業振興事業共同組合は11月に解散を決定。農業現在は日本有数のレタス産地として知られ、1個あたりの平均年収は2500万円を超える。夏が短い高齢地での野菜栽培は夏季集中系を取らざるを得ないため、未明から深夜までの長時間の作業が必要となる。以前から、 日本各地の学生アルバイトを季節労働で募集して労働力を補っていたが近年は外国人研修制度を利用して中国人などの外国人が農作業を支えている林業第二次世界大戦後は唐松の苗木の栽培が盛んに行われたことがあり全国各地に植林用として出荷された中継局品の川上駅川上村中心部の資産 路線バス国道国道は通過していない。最寄りの国道は国道141号。県道台、深山遺跡、シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳長野県、天然記念物川上県。ありがとうございます。